はい、こんにちは、山城です。ということで、今日はね、どこに来とるかというと、三重県四日市市の朝日町ですね。四日市市の朝日町ですね。まあまあ、ここに来るたびに言ってますけど。で、今回ね、まあ、ちょっとファミリーマートさんの飲み物を買ってきたんですけど、来ております。要は、JR 四日市駅前店ですね。はいはい。そうです。あれ、JR 四日市駅前に紙もあったっけと思うかもしれませんけど、ちょっと南側に来たところですね。パン屋さん、大駅のパン屋さんとか、こういったね、ウェルシアさんからあるあたりにあるところ、ここが一応駅前店っていう扱いになってるんですよ。で、なんで今日はこんなところに来てるかというとね、大体いつもこの朝日町に来るときといえば、定番といえば、ここのね、近くの駐車場から初めてね、JR に乗ってね、いろんな旅に、今までどこ行ったっけ、紀勢本線にね、磯場が回りすぎたって言って、ぐるっとね、紀勢本線を一周してね、大阪の難波まで向かうっていうね、ルートで行ったりだとか、あとは名古屋の方とか出かけるときとかでもね、あとは三岐鉄道に乗ったときとかも、一応ここからスタートさせてましたっけ。あれは近鉄で行った、近鉄だからこっちじゃないか、とかね、あったりしますけど、養老鉄道の時はここからか、養老鉄道ですね、とかね、で使ったりだとか、いろいろとやったりしておるわけでございますけど、今回は違います。この後もですね、京都に行ってきます。ってことで、実はね、とある YouTuber さんって、まあ、もう出てるからあれですけどね、寺尾さんっていうね、YouTuber さんと今回ね、ちょっとコラボ企画をやろうよと。いう話が進みましてですね、結構トントン拍子で進んで、実は1週間経ってないんですよ、話出してからね。そうそうそう、はい、じゃあもう週末にやりますかみたいな話で、ね、ああ空いてます空いてますよってなって、じゃあもうここでやっちゃおうということでですね、もう始めるっていうことになって、でまあ京都でね、一緒にちょっと撮影をしましょうということになったんで、じゃあ京都に行きましょうというわけでございますね。まあうちで言うと、YouTuber さんとのコラボ初コラボですね。いや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 、ついにやってきましたよ。コラボする時代が来ました。でね、まあこういったね、寺尾さんについてはね、後々おいおいやっていくと思いますし、普通ねコラボ動画だったらね、お互いでわーっていうところから始める、いや京都から始めてわーっていうのからね、やるところですけど、まあそこはスタンステイです。そんなね、道中もね、バッチリと道中で3本ぐらい作ろうと思ってますんでね、よろしくお願いいたします。で、今からね、どこに行くかというと、じゃあ京都に行くのにね、なんや JR で行くのかってね、思われるかもしれませんけど、今回はね、バスで行きます。ということで、前回も使いましたね、磯川回れでね、磯川回りすぎて、その紀勢本線回った後に、京都からバス経由で、高速バスで京都に行って、そこからね、大阪に入る、京阪乗ってね、大阪に入るって言って、淀屋橋からね、いろいろ梅田の方面とか回ったりした、動画があるんですけど、それの、要は京都までのルートですね、そこのところを使って、要は高速バスで京都に行くっていうので、新庄のね、バスセンターから乗ろう。大体皆さん、近鉄に4回で1回乗られるんですけど、あそこだとね、車で行く場合にね、どうしても、車止めるのに、ね、お値段もね、2000円近く、1日止めとったらね、1500円から2000円ぐらいかかるかな、駅前のすぐのところだとね、かかっちゃうんですけど、新庄のね、バスセンターに来れば、1日200円でね、止めれるよってもう分かってますからね、前回の動画で私がね、調査をしておりますんで、だったらね、1日200円でね、止めれるってね、しかも、そこやったらもうそのまんまバスに乗り込めますからね、便利やってことなんで、今回もまたちょっと新庄のバスセンターからね、買わせていただこうというわけでございます。それで、ね、新庄のバスセンターの最寄り、まあ、最寄りはセブンイレブンなんですけどね、まあ、ここのファミリーマートさんがね、個人的に大好きなんで、ここのファミマにやってきておりますということでございます。なんかね、細かいね、ラインナップのね、PV の揃え方とかがね、なんかね、他のね、ファミリーマートさんと比べてね、なんかね、揃いがいいっていうかね、分かりやすい並びになる、ちょっとレイアウトをね、あれなんですよね、ですし、揃ってるね、商品もね、そうそうそう、これが欲しかったんだよ、結構ね、揃ってることが多いんで、まあ、店員さんに私が言っとるっていうのもあるかもしれませんけど、っていうので、おすすめのね、ファミリーマートに来て、まあ、ここはもう本当に、それこそ、郵便配達の時にもね、私の4大拠点のうちの1つですからね、そうそうそう、4大拠点って何かって言ったら、ご飯の4大拠点ね、ルートによってね、ちょっと変わりますけど、まあ、前にね、あ、まだ動画上げてないかもしれない、この動画が上がる頃には上がってるんじゃないかな、玉木さんっていう名前です、こっちです、玉木さんっていうお弁当屋さん。ね、で、2つ目が、おにぎりの桃太郎の本町店
アンド、プラスその鳥吉さんね、の、この、鳥とおにぎりルートと、3つ目がそこかな、JR 四日市駅前の、ここの、ファミリーマートさんで、4台って言ったら あとどこが使ったっけな、4台で言うと あとはあの会社食堂か、食堂に行ってね、ちょっとお飯食う時間があるぞっていう時にはね、食堂に行って、食べるということもありましたんで、これがよ4強かな、そうですね。他にもね、あの細かくね、ちょっとイレギュラーな配達先に行ったらね、一つやっぱお弁当を買うとかね、そういうのはね楽しみではありますからね。ただまあ全然ないところもあるんでね、それはもう、しゃあないところではありますけど、っていうような感じでやってましたんでね。そう。まあ実際にはね、一番多いのは多分飯食えないっていうパターンが一番多かったんであれなんですけど、まあそう、まあね、やっぱりね、郵便配達配ってたところはね、もう慣れておりますんでね、走っとれば、ここでってすぐ分かりますからね。よし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 。まあ17県庁のあたりですね。まあ、これだったら西浜田があったり、浜田っていうね地名もちょっとねイレギュラー、西浜田、北浜田、こっちは北浜田、北浜田がね、北浜田が東浜田の東側にあって、で、西浜田はなんか南の方にあってみたいなね、なんかねちょっとね、形がね浜田町ってちょっといくつなんですよね。あれ西浜田って赤堀やったような気がしてくるし、逆にこっちのね、北浜田はね、17県庁ちょっとあんっていうね、気分になってくるね、ところだったりしますけどね。着きますせと、あ、まあもうちょっと先なんですけどね、曲がって三国タクシーさんのあたりね、あの四日市自動車学校さんと、ここの、当時は労働基準監督署にね行く、ところの、まあ、労基のさんのね、まとなりに、乗り場はございます。もうちょっとね色あせてきておる感じなんで、ちょっと分かりにくいじゃ分かりにくいところなんですけど、労基の手前ですね、こっちから入るといわゆる、労働基準監督署の東方ですねに、東隣にありますのが、でも前側映してなかった、後ろ側映してたから全然わかんねえや、すいません、で、いう感じでやってこれるのが新庄のバスセンターですよと、はい、いうことで、よっこいしょ、ここあったらね車止めがないんでね、あの実はあの後ろにガツンと行かないようにだけ気をつけないといけませんからね、なんて後ろはローキですからね。で、まあね、8時、まあ20分前ね、ちょっと余裕はありましたね。よかったよかった。っていう感じでございましてね。まあ無事、いたんで、もう一回ね、前回は冬でね、結局なんかちょっとこもたりもしてましたんで、改めてね、ちょっと紹介の方できたらと思います。まずは、着いたら、券売機で、ここは前払い所の方式なんで、コインパーキングみたいな感じなんですけどね、その料金の方で、ね、まず支払っていこうと思います。でこれで、バスセンターの、入り口の方面で、ここからね、ここのにバスが着くんですけど、スーッと入ってきたところに、まあ、結構広いね駐車場です。でね、まあ前も言いましたけど、そんなに実はこの新庄が乗る人って本当少なくて、ガラーンとしてますから全然余裕で、止めれるわけでございますけど、ここにねこんな感じであります。京都高速車、そう、あ、台風接近で、あ、土曜日運休になったりとかがあったんですね。危ない危ない。今日はね19日の日曜日ってことでね、無事この2便で乗ってくれたよ。新庄車庫を8時22分発ってことなんで、まあ、これでね、10時16分にね、今日は八丈口の方まで行きますんで、まあこれで問題なく行きましたということでございますね。で全便、運休ということで、ね、9月1日から、中部国際空港、行くやつとかはもう全部運休ということでね、京都交通バスも、通方面はもう関通からの京都のやつは完全になくなっちゃってるということなんで、まあ、なかなか
難しいところなんだろうなというところでございますね。まあ、四日市京都館はビジネス需要もあるってことなんでしょうね。こうやって残っているということなんで、おかげさまでね、今回も利用することができました。本当はね、一便で行ってもあれかなと思ったんですけど、まあ、ちょっと、向こうの、現地でのね、予定とも合わせて、もう二便でいいやということで、ね、二便で行ってきますということでございますね。で、いや、これね、支払い方法をね、一回ちょっとやっときましょうということでしたね。料金、こういう風になってますんで、あ、この後ろにね、料金のね、使い方が書いてあるんだけど、今これで隠れちゃってんな。まずね、駐車料金なんで、駐車日数を入れます。要は、何日か使うこともできる。1週間とかまで最大できたかな。1日の場合は、生産ボタンで、1日、生産ボタンを押して、1って押すと1日分の料金が出てきます。そうすると1日200円安い、ありがたいですね。で、これで200円を入れていますというわけです。まあ、こんな感じで、ね、今100円入れたけど、もう200円入れたると、これで駐車券が発行されます。まあ、レシートがね、発行されますので、この、最大14日までね、できるみたいですけど、ということで、まあ多分あれですよね、中部国際空港で海外とか行くときにも14日あったら、まあ大丈夫でしょう。日本のバカンスで14日超えるやつはね、よっぽどだね、ブルジョワジーでないとできませんからね。ということで、ね、これな感じでできましたよと。で、この、やつを、領収書を、車のね、ボンネットに貼っておけばいいよと。いうような、塩梅になっております。貼っとくというか、ただ普通のレシートなんで、もう前にねポスッと、ポンと置いとくだけで大丈夫ですよってことなんでね、こんな感じでね、よし、これで OK です。さあ、ってことでね、やってきました新商社とね、ってことです。まあ、ルートね、簡単に言うと、まあ、路線によっては違うんですよね。大きく四日市には、参考の、ね、バスが拠点になっているところが3箇所あります。1箇所目がもう皆さんもよく知っている近鉄四日市の駅前のところですね。まあ、ここもまたバスターにしてね、なんか、大規模な改装するよみたいな構想もあったりしますけどね、っていうのが1つで、2つ目が、今来てる、このイクワの尺ですね。これ生クワって書いて、あれ、これね、生クワと書いてイクワって、呼びます。イクワ尺っていうのがあります。ここのが利用客は多いのかなと思います。あ、で噂をしとったらやってきましたね。よいしょ。で、今回の新種尺ってことで、イクワと新種はこんな感じで、イクワも多分200円だと思うんですけど、やってきましたことで、やってきました。話しとったら協力します。これが多分京都行きのバスかな。こんな感じの、高速バス、今回も観光さんのバスですね。毎年1便ずらしましたけど、おー、やってきます。そうですね、京都駅八丁口、まあ、ちょっと LED なんで読みにくいですけど、